Hello everyone, I'm Kayane, a French fighting games player for Socalibur, and I'm here in Bandai Namco Japan studio. So it's really exciting for me to be here, and I'm going to interview Nakatsuru san. Who is the music and sound effect director, and also Yoshia san, that is the art director. So, you've seen me interviewing Okubo san plenty of times, but this time I have a chance to be at the studio and interview some other awesome person that made the game. And I would like to thank Okubo san very much for welcoming me here. Hello, my name is Matsuhiro Okubo, a producer of Soul 6 So, Kayane, thank you very much for coming to. Uh the office in Tokyo. Uh, I've arranged the uh, Nakatsuru and Yoshie, uh, so you could ask anything you want and have fun. Thank you. Now I'm going to interview Nakatsuru san and Takahashi san. So, can you please present yourself to the Soul Calibur community? 皆さんこんにちは、えー。バンダイナムコスタジオの中鶴淳一です、えー。ソウルキャリバーシックスでオーディオディレクターとあとミュージックコンポーザーを務めております。今日はよろしくお願いします。はい、私、えー、と同じく中鶴さんと同じバンダイナムコスタジオの方でソウルキャリバーシックスのディレクターを務めております高橋よしのりです。本日は皆さん、よろしくお願いいたします。中鶴さん、I'm very happy to be a b l e to interview you today because I know you, your work, since I was seven years old. I was a child I played Soul Calibur 1 on Dreamcast for the first time. And I was really amazed by the atmosphere, epic atmosphere, the music of Soul Calibur 1. And I think the game itself was very really good, but with the music, it was even more awesome. So I would like to thank you first about that. So, Soul Calibur 1 is a soundtrack.

知りたいいぐらいなんですけども <laughs> あのただやっぱりいろんなものにインスピレーションを受けてあとまあえっと今作でいうとまあディレクターの高橋とかといろいろ話をする中で今回こういうことをやりたいんだこういうえっと音楽を作っていきたいんだっていう話をする中でまあなんでしょうねひらめくというか今回はこういうふうにしてみようっていうアイディアがまあ自然と浮かんでくるのを待ってるっていうところはあると思いますね。なのであの こうしてこうしてこうして作りますって正確に言えないところがちょっと残念なんですけどもそれは僕も知りたいです。そうですね、まあ、あのまだ開発の初めの頃なので、えー、と完全に出来上がったグラフィックとかがあるわけではないんですけども、うん、ただそういう中で、まあ、例えば 台本お話の台本だったりとか、うん、あとはキャラクターのデッサンだったりとか、うん、そういうものを見のデッサンですね、えっと、ラフスケッチ、はいはい、とかを見てあ今回こういうキャラクターなんだなとかこういうステージがあるんだなっていうところから、うんまあ、あとは自分の中で想像を膨らませて、うん、で、えっと、こういう世界観だったらこういう音が合うんじゃないかなっていうのをまあ想像して作ってますねでもまだ本当に想像なのでそれが実際に絵ができてきて、うん、ゲームの中に えと当てはめた時に、まあ、ぴったりはまってるとそれはすごく嬉しいなと思います、うんはい、でもこれはやってみないとわからないのでいつもドキドキしてますあと今回あのキーワードで高橋から言われたのはやっぱりそのまあキャリバー1だったり2だったりの頃のあの雰囲気をもう一回、えー、と今に再現したいまあリブートっていう言葉を使ったんですけども、うん、なので そこはすごく今回いいキーワードになって、まあ、あの当時作ってたものを今だったら自分がどういうふうに作るかっていうのを、うん、まあすごくそこは考えましたね。So we are very happy to see that in Soul Calibur 6 we have some team famous team like Sophie Chaz's Wings of Faith to be remade.So can we expect more、uh, music from our Soul Calibur to be remade as well? そうですね。 ソルキャリバ6を作るにあたって一番最初に作ったのがその「ウ i ングオブフェイスのえっと今回のアレンジを作ったんですねでえー、っとまあ多分「ソルキャリバー6を一番表す曲になると思ったのでまずそこから始めましたで実は他にもいろんな曲を今回作ったんですけども、えー、っとよーく聞いてみると昔のあの曲のあのフレーズがとか、えー、っとそういうところはやっぱりちょっと関連付けられそうなところは意識的に 入れているんです、ね、まあ例えば、えー、とオーストラリアンスブルクステージの曲の中には、えー、と昔のナイトメアの曲のモチーフが少し入っていたりとかあとは、えー、とインドの港町ステージがあるんですけどもそこは昔いたキリクっていう人の <laughs> あのフレーズイントロのフレーズがちょっと入っていたりとかっていう感じで。 えと少しずつえとそういう要素を織り込んでちょっと昔の人も喜んでもらえるような仕掛けをちょっと入れていますねまあ僕もそのソウルケリバー1の頃プレイヤーとしてすごくシリーズのまあ強いファンとして中鶴さんに曲を作ってもらって非常に嬉しいというところがあるんですけれどもほかにですねその今回ストーリーモードのソウルクロニクルこちらの方ではソウルケリバー1の物語がもう一回描かれるんですねなのでそちらのソウルクロニクルの中でも昔の名曲が結構。 まあ、オマージュされているものが結構あるので、ソウルクロニクルの方を遊んでくれたらきっと昔のファンも楽しんでもらえると思いますし、今回その新しく始めるプレイヤーの方もこんな名曲あったのかと思って昔のソウルキャリバーを遊んでくれたらすごく嬉しいなと思います。Something that was missed in ソウルキャリバー4 and5 that there was not character team, but are you saying this time we will be able to have character team, but also stage team? 新キャラクターに関しては曲を作るときにそのキャラクターのテーマっていうのを意識して作ってます。なのでまあ言ってみればキャラクターのテーマでもあるし、まあ、そのステージのステ,、えー、とテーマでもあります。まあその他は、えー、と基本的にはまあステージにひも付いた曲が多いんですけどもただまあ例えばえっ、ー、とそうですねギリシアの、えー、と神殿ステージとかはまあどう見てもあれはソフィティアスプ のキャラクターテーマっぽい感じもしますし、そういう意味では、えっとステージに紐づきつつも、まあ、少しだけキャラクター性の関連性を持たせようとはしていますね。はい。あの僕もそのですね、そのキャラクターのテーマ的なものすごく好きではあるんですけれども、今回そのソウルクロニクルとそれからまあえっ、ー、とライブラルソウル の二つのモードで、世界中を冒険するってところが、やっぱり今回のゲームのモードとしては重視したところがあって。まあ、それで、僕の方から、今回、ステージの方、結構重視して、曲を作ってほしいですってところを、中津さんにお願いしたというところもあります。たくさん。<laughs> たくさんあるとだけ、言っておきましょうかね。えっ、ー、と、ちょっと自分でもちゃんと数えてないんですけども。たくさんありますが、えー とはいまあ、僕もいっぱい曲を書きましたし、あと、えー、とうちの、えー、サウンドチームの他のメンバーとも一緒に作っているので、えー、全部で6人かな、6人ぐらいでたくさんの曲を作ってます。はい、でそのすべての曲は、えー、と一応僕の方で、えー、とディレクションというか確認をして、もっとこういう風にした方がいいんじゃないみたいな、えー、とディレクションをした上で、えーとはい、ゲームの中に入れています。 あの今回でもです、ね、中鶴さんにお願いしたのが絶対に中鶴さん自身がキャラクターセレクトの曲書いてくださいっていうふうに僕からお願いしたんですねで、まあ、そのキャラクターセレクトの曲ってソウルキャリバーからずっと中鶴さんが作り続けていてそれでどんどんすごく良くなっていくんですねなんで僕も今回あの最新のソウルキャリバー6のキャラクターセレクトの曲が一番好きそれから、えーとですね、もう1個 あの今回、バトルの曲ですね。バトル中流れる曲っていうのは、もうすべて何もこのサウンドをチームに作ってもらっているところがあるので、まあこれもすごく楽しみにしていてほしいです。めちゃめちゃ熱い、かっこいいバトル曲がいっぱい弾けます。すま so there is one song that was not written by Bandain by Project Soul development team, which is g i r l t of Rivia team song.So どうやってコンプリートを進めていくのかを考えてみえっと今回は w i t c h a 3の曲をそのまま使わせてもらうことにしたので、えー、と直接作曲者の方との、えー、とやり取りはなかったんですけども、mm hmm. まあ、その曲を選ぶにあたって、まあ、なんでその曲が選ばれたのかっていうのを、まあえー、とチームのみんなとみんな考えて。で えっとまあ一番そのキャリバーの世界観だったりとか、あとこのバトルのこのテンポ感だったりとかに合うんじゃないかなっていうことで、えー、はいこの曲を選びました。There are more and more video games music concerts in all over the world, and I'm always so sad to see that there's no Soul Caliber music there, except at the Bandai Namco concert that happened in Paris last year. There was one Soul Caliber song, but I'm wondering if そで、すうね、僕もコンサート聴きに行きたいです。<laughs> あのー でそのパリで見られたコンサートで1曲だけえっと演奏されたと思うんですけどもまあこれまでも世界中で何回かそのえっとオーケストラのコンサートが開催されてまあキャリバーの曲は何曲か演奏されたことはあるんですけどもえっとはい僕もそのコンサートはあのキャリバーのコンサートはぜひ見てみたいですしまあこの先ねえっと将来実現するといいなとは思ってます、はいでまあ、もし演奏してもらうとしたらやっぱりそのオーケストラ がすごく似合う曲がいいかなと思うので,えっとそうですね自分の一番好きなのはやっぱりえっとパソブ・デスティニーつってーキャリバーのスタッフ・ロールの曲があるんですけども、あ,あれが一番オーケストラには合うんじゃないかなと思いますしまあ今回のキャリバーシックスで作ったバトル曲とかもぜひ聴いてみたいなと思っています I would like to know how do you approach remaking an old song compared to a new song? うん結構難しい質問ですね。えー、とただやっぱり新しいものを作る時っていうのは、えー、と一回自分の中頭の中をリセットしてまっさらにしてで、えーとまあ、その新しい曲に必要な要素とかいろんなインスピレーションを受けて作っていくことが多いですね。なので一旦まっさらの状態から作り始めるいう。 まあ気持ちも、えっと、頭の中もリセットしてから作り始めるっていうことが多いのに対して昔の曲を、まあえっと、もう一回作り直すっていうことの時は、えー、その昔の曲を作った時のそのなんていうんですよね、えー、っと自分がその時何をしてたかとかどういう時代背景だったとかあとその当時どういう思いで作ってたかっていうのを一回思い出した上でじゃあその当時自分ができなかったことが、まあ、今だったらどういうふうにできるかとか。 あと今のそのいろんなえと技術とかも進んでいるので今だったらどう表現するかっていうのを考えてえと作っていることが多いですね。えっ、ー、と例えばソウルカャイバー1の時は、えー、と同時に鳴らせれる。 音の数が限られてたんですね全部で何音だったかな16個ぐらいしか鳴らせなくてなのでその中でメロディーがあったりリズムがあったり、えー、といろんな音をその16個の中だけで表現しなきゃいけなかったんですけども、うん、まあそれが今はもう、えっと、そういう制限は一切ないのでまあその当時本当はこういう音も入れたかったんだけどその制約があって入れれなかったとか、うん、そういうところの今制約は一切ない状態で。 えっとまあ一番その当時表現したかったまあ楽曲の世界観とかそういうものをえっと表現できているっていう意味ではまあそういう意味では技術が進歩したからそれができるんですけどもまあそういうところがちょっと違いといえば違いですかね。Thank you so much, Nakatsuru-san, Takahashi-san, to make out s o m e、awesome、music for the game and to still b e i n here for the game. I mean that without your music, the game would not be the same. to me at least because i played it since i was a child it's been like 20 years uh, that i'm playing the game and when i play every game it still has the same epic kind of music and i can still relate to the game and know it's the caliber i like and that's a lot thanks to your music mm -hmm. and I'm sure that all the community feels the same way than me and it can have different stage like me I can feel so powerful <laughs> just by listening to uh, any, any music from Soca 1, 2 3 4 5 mm -hmm. and even when I'm listening to more calm music like going to where the wind blows in Soca 1, I spent hours Listening to that one when I was playing Soul Calibur 1 in the museum, just looking at Shang Fa, Kilik, and Maxi artworks <laughs> and imagining a series between them because, yeah, it was a child imagination. Mm -hmm. So, thank you so much for everything, for the amazing work. And we have listened to like six musics in the Soul Calibur 6 games, and it's already, already so awesome. So, if you say that, 僕も本当に、カヤネさんと同じ気持ちで、昔から聴き続けてきたソウル・キャリバンの曲、今回も本当に歴史と世界を超えて語り継がれる名曲ぞろいだと思ってます。で、あの名曲ぞろいの曲ですけミュージアムモードの中で今回もその、まあ、ソウル・キャリバンの曲聴くことができますので、あの何時間でも,もう楽しんでください。 僕も本当にそれまあ、中鶴さんにこれからも曲を作り続けてほしいと思ってます。二人からすごい熱いメッセージをもらって <laughs>、あのすごく嬉しいです。まあ自分のねやってきた仕事がまあ20年経ってまあこうやってえー、っといい影響を与え。 音楽を作っててすごく良かったなと思うところでもあるので、まあ、これからも、えー、とまたいい影響を与えられるような、まあ、いい曲を作っていきたいと思いますし、まあ、それがソウルキャリバー6にも、えー、とたくさん入っていると思いますので、えー、ぜひ皆さん、えー、とソウルキャリバー6を遊んで、まあ、その曲にも触れていただいてでまた新しい、えー、と歴史の1ページに刻んでもらえればいいかなと思います。はい、楽しんでください。